尊き天の父母様、勝利された天智神誠の父母様、天一国11年、うる二2月19日、4月第2週目の尊い誠実です。 乾いた大地でしたが潤わせてくださりあまねく命の芽吹きを促してくださり感謝いたします喜びと躍動によって創造された自然とともに疲れからではなく安らかな休息が永続することを切に願いますので導いてください天の父母様今日は新約の信仰の復活節復活祭を迎えています キリストに向けられた苦難の節理的意味が正正ししいい解釈解釈で正しく解明されればと思います新時代の新しい希望の日がやってきましたがそのひと日を迎えることができなかった愚かな復活権を前に今も見合った生成の期待があるなら新しい復活の薬事として現れることを切に願いますので。 どうか薬事してください肉体を使って責任を果たし霊肉間の完全な復活の完成権に到達することを願い天の父母様私たちは死亡権から生命権への変化の過程をどのくらい満たしているのでしょうか。復帰の新しい摂理は 私たちの前に完全な復活の御言葉をくださいました。忠誠復活衛生の道を開いてくださいました。まことの愛まことの命まことの血統のまことの父母への愛を注入してくださいました。 今までこの尊さを守れずおろそかにしてきましたがそれでも永遠なる誠の愛の父母であられるがゆえに再び天保の聖酒でまたも悔い改めの復活権に立ててくださることに感謝いたします。天の父母様天地寺誠の父母様振り返ってみれば私たちの信仰は常に不安定であったことを告白いたします限りなく不安定なままではなかったかと今でも疑ってしまいます。 これまで信仰基台がしもべの新条件を超え子女の新条件を超え父母の新条件で安着すべきでしたがそうできなかった信仰の土台を悔い改めます。天皇父母様 私たちの無力化した信仰を生き返らせるためにどれほどご苦労されたことでしょう。不変なる信仰の対象として幕屋の理想聖伝の理想を立たせましたがこれもまたどれだけサタンに侵されてしまったことか。 私たちの心霊と知,知能では探し出された御言葉を守っていくには信仰が弱すぎてその心霊圏を超えることができずに今まで流されてきましたしもべの新条件にとどまっている静電理想ではいけないことを知っております子女の新条件に到達した静電理想でも満足してはならないことを知っております父母の新条件に安着した静電理想これはなんと高く 高くなんと聖なる理想でしょうか、霊肉区間の実態聖殿をなされたまことの父母様、父母の新条件で全人類を包むのにふさわしい天一聖殿封建のその一日,日を私たちが迎えられることを心から感謝感謝申し上げます。聖に参加したこと 聖なる名前を刻んでくださり、この天章祭壇に注いでくださる天の天運もまた甘んじて受けられるように恩恵をお授けください。恵まれた誠実、復活の恩恵が、献身奉仕と供え物に込められた全ての 上に与えられることを願います宣言される大局長の御言葉の権能にもさらなる恵みに満ちた復活のひとときとなるように導いてくださらんことを願いながらこの全ての言葉を祝福中心家庭うの恩中の名前で天の前に報告しおささげいたします。